お疲れ様です。今日は9月13日です。はい。でねでね、あのね、昨夜気づいたんですけど、これね、なんだかわかりますか？これはね、あのドア の, あのロックですよね。これがね、昨夜ゆるゆるで、なんでってなったんですよ。で、今朝、解体してみまして、するとですね、これちょっと、このカメラじゃないと寄れないんですけど、何が起きてるかというとですね、ほら、これワッシャーみたいなやつがね、もげちゃってんだよね。中で。これで、なんかゆるゆるになっちゃってんだわ。でも鍵はね、一応かかるんですよ。こいつ自体がゆるくなっててもガチャってやっちゃえば別に開かないんだけど、でもゆるゆるなの嫌だし、こう開けたら壊れてるわけだから、これを発注して交換しなきゃいけない。ただね、これの型番がこう見た限りね、わかんないんですよね。書いてありそうで、あっと、PA66G40、 これか？調べましょう。 PA66G40、 あ、出ますね。これっぽい、三強アルミクレセント 99WB4590RO-KG。 え、さっきのなんか P なんとかって含まれてませんけど、 PA66 40G、どこに書いてあるんでしょうか。書いてねえ。これっていいの？わかんないな。でもネジの数は合ってる。で、アウト。まあ見た目も同じ。これは、見た目とかっていうかあれだよな。サイズだよな。83とか書いてあるから、80。え？ 80 じゃないと思うけど。じゃあ、閉じたところは83らしいですよ。 86.5 ぐらいで、幅がこの幅ですね。24です。これは24です。これはいっぱいあるんだよな。これ同じようなやついっぱいあります。 PA66G40、 ちょっと普通に Google 検索かけてみましょうか。あ、でもこれが出てくるな。マンションのなんか資料があったよね。ありました。これマンションの資料ですね。この中にクレセントが載ってればって感じかな。一応ここの施設の全部が、載ってるはずなんで、クッキングヒーターとかね、ピンポンとかね、そういうの全部ここ入ってますから、網戸とか出てきたぞ。近いよね。うお、終わった。え、見逃した？マジで乗ってない。じゃあ、わからんということで、とりあえずこの Amazon で出てきたやつ買ってみるか。若干サイズ違うんだよな。この80って言われてるところだけ違うんだよね。ネジ穴間隔60、これはあれだな、ここだけ合ってればいけるか、ワンちゃん。そうね、60だね。じゃあこれいっときますか。今すぐ買う。はい、明日には届きます。はい。で、今日はですね、定休日ということでレッスンが1個午後から入っております。で、掃除とか、そしてブログですね、事務作業たまりにたまっておりますので、片付けていきたいと。一個ずつやっていきましょう。
これさ、スペル間違いがあったんですけど、51から間違ってて、じゃあ51作ってる時っていうのは49の日なんですよね、おそらく。もしくは50の日ですよね。その日何があったんでしょうね、私は。なぜミスったんだっていう。別に普通にここで作ってるよね、だって。オートミール探しに行きますみたいな。で、初めてのゼッペリンでオートミールの話してますね。別に、そのままコピペして作ってれば問題なかったんじゃないの？なんでもう一回タイピングしたんだろうね。意味がわからん。なぜわざわざ間違えるようなことをしたんだ。わからん、謎だな。はい、もう間もなく、生徒さんがいらっしゃいますんで。いや、気づかんかったな。はいはい。レッスンが終わりました。よし、今日はね、シンガーソングライターの方なんですけども、ソングライターではないか、シンガーの方なんですけども、弾き語りをねやる上で、キーチェンジとかカポの位置とか、そういうのをどうやって決めたらいいのかなっていうような内容をやっておりまして、これ結構大事なんですよね。コーヒー入れてこよう。まあ、その男性の、キーのものを自分の歌いやすい女性キーに、変えるっていうので、まあ、Uフレットとかね、皆さん使ってると思うんですけども、まあ、それ見てプラスいくつとかってやったりできるんだけど、じゃあそれをやるともうカポ6、カポ9みたいな感じになっちゃったりするわけですよね。それをじゃあ今度はカポ1とかカポ3とか、そっちにね、もっとこうこっち側に持ってくるにはもう一回変換しなきゃいけないわけですよ。それがね、結構ややこしいんだよね、最初。まあそういうのやるにはですね、多少の音楽理論も勉強しないといけないということですね。なので、朝練音楽理論のやつ始まりましたが、まあおすすめでございます。その辺もきっとね、自分でできるようになるんじゃないかなと思います。別にカポ級で弾けないことはないけど、それは別にカポ3とかでも多分成り立ちますよねっていうところで、まあそっちの方が音いいしね、弾きやすいし。あとは別にカポなしでも頑張ってこうやって人差し指でこうバレーコードにしてまんま弾こうと思えば弾けるし、それはそれでいいんだけど、よっぽどのことじゃない限りはカポ使った方が音はいいですよね。開放弦がしっかり鳴って、それがこうサスティンで伸びててくれてるから、コードチェンジの時とかにジャカって入れた時にも相性がいいわけで、でも全部バレーコードでこうなんとかこうやってる時の開放弦で入ってくるものって大体はそのキーに入ってちゃまずかったりする音なんで、ちょっと違和感が出たりもします。なのでよっぽどのことがない限りは、まあカポ使うことをおすすめしますね。カポの位置を決めるとか、脳内でこうカポ割りで読むとかっていうのは、まあ未だにちょっと苦手なとこはあるよね。何段階か変換しなきゃいけないっていう状態の時は結構危なくて、まあ書いてあるものを、カポして読むっていうのは、例えば D で書かれてるものを、2カポして C で弾くっていうのは別に D で書かれてる譜面のままやれるけど、じゃあそれをさらにもう一個変換しなきゃいけないとかってなると危ないですね。どういうことかっていうと、譜面は D で書かれてるけど実際は半音上げで歌いたいんで、3カポでそれを弾くってなった時には危ないです。それはもう書き直した方がいい。譜面をカポ用に書き直すか、原曲の D の状態を E フラットで書き直すかなんかしないと危ないですね。リハの時にやってみたらもうちょい低い方がいいなみたいな。でその場ではカポ使わないで、脳内変換でそのままバレーコードで弾いたりはするけど、ライブの時とかレコーディングとかするんだったらカポをちゃんと使った方がいいんで、そしたら、まあ、譜面はどっちかに合わせるっていう風にした方がいいですね。で、譜面をカポありきで書いちゃうと、つまり E フラットだから、3カポ C っていうことで C のキーで書かれた譜面を作ってしまうと、伴奏だけしてる分にはいいんだけど、その上でじゃあアドリブでソロ弾きましょうってなった時にはついつい書かれてる C の音を弾きに行っちゃうんで、これが E フラットなんだなっていう状態でソロを弾くっていうのは、決まったソロを弾いてればいいけど、アドリブでそれやるっていう時は
もう目の前の文字情報に対して体は反応していくんで、かなり危険ですね。なので、カポありの状態の譜面を作るっていうのは自分はなるべくしないようにしてます。 E フラットで書いておいて3カポにしてそのまま E フラットで C の形で自分は弾けるんだっていう風にやってます。はい、そしたらアドリブソロね、E フラットに対して弾けるからね。まあでも歌いながらこうギタージャカジャカする場合はですね、別にそのままソロ弾くっていうことはないと思うんで、3カポ C っていう状態で作っちゃうのが安全だとは思いますけどね。というような話までは今日はできてないんだけど、まあその位置をするとかカポの位置をどうするとか、そういったあたりのやり方については、解説今日はできたと思います。これはね、トレーニングが必要なんで、いろんな曲をね試しに作ってみるっていう、その自分のカポの位置でね、いろいろこう試すっていうのが大事になりますね。一発では入っていかないというか、頭使うんで慣れなきゃいけない、この作業にね。自分のレッスンではとりあえず初心者の人にはですね、 C のキーのコードチェンジと G のキーのコードチェンジで弾けるようにするんで、カポの位置もそれに合わせて作るんで、 C のキー、G のキーのコードチェンジはだいたいみんな弾けるようになるんですけど、例えば U フレットが書いてるのが D のキーのコードチェンジで書いてた場合、まだ弾いたことないコードが出てきたりして、まあ頑張ってそれやればいいんだけど、時間もないし、いくつもこう新しいコード出てきちゃうんだったら C のキー、G のキーにずらした方がいいんですよね。でそれは U フレットではカバーしてくれないから、その自動でやってくんないと思うんで、自分のキーは何なのかで、それを C のキー、G のキーのコードチェンジで弾くには、どの、U フレットのそのキーにマイナス1プラス1とかそういうやつずらして表記それになってくれるようにしなきゃいけないかっていうのは音楽理論が必要になりますね。はい、では Vlog の編集続き頑張ります。はい、もう間もなく終わります。1本目、今夜アップのやつですね。で今日はこう帳尻合わせをちゃんとしないといけないんで、何としてでもね、もう1本明日の分を作ります。ちょっとお腹空いてきた。昨日ね、生徒さんが、差し入れでですね、成城石井の麻婆豆腐を持ってきてくれたんですよ。でそれ食べたいなと思うんだけど、米炊いてないんだよね。で今ちょっと思ってるのは、メスティンを使ってですね、米を炊くっていうのを、以前キャンプに、私がこう山口さんと、モカさんのオーナーさんと行きましたよね。その時に、何やっただっけ、メスティンで米を炊くっていうのをやって、でそれプラス買ってきたうなぎのかば焼きを乗せてうな丼にするっていうのをね、その時やったんですけれども、あれね、実際はね、米がね、上手に炊けてないんですね。1回目っていうか、なんだろうな、一応こうなんだろう、水につけておいて、でおそらくこれぐらいでいいだろうなっていう水を入れて、で100均の燃えるやつ、固形燃料みたいなやつで、やったらできますよってネットに書いてあったから、そのままやったんだけど、ちょっと硬くて芯がある感じだったんですよ。でそれはまあ山口さん曰く火力ですということで、その後補正をかけてですね、ちょっと水足して、でさらにこう直火のところでですね、少し置いていたんですね。で米がちゃんと出来上がりまして、動画の中では美味しくできましたよってやってるんだけど、あれね、そう、うまくいってないんだよね。だから麻婆豆腐をね、今食べたいんだけど、メスティンで米炊いてやろうかなと思って、今練習がてら、まあ、特にキャンプ行く予定ありませんけど、使い慣れてないからね、なんか知っておきたいよね、そもそもあれでうまくいくのかっていう成功例をね、自分でちゃんと経験しておきたいですね。なんかアメリカに住んでた時とかは鍋で米炊いてたし、で日本に帰ってきてからも土鍋で米炊いてたんですよね、最初。だから別に米炊くこと自体はですね、鍋でも普通に自分はできるんですけど、どうもメスティンだとあの時はうまくいかなかったんですよね。はい、暗いね。どうやってたかっていうと、これをね、足場にして、で、こう。で、こう。危ないんで、フライパンの上でやりましょう。で、1合入れます。さあ、洗います。で、水の量ね、これね、
こうやってやった時の感じなんだよね、指を入れて。本当は手こうやって入れた時の感じ、こんな感じかな。で、このままとりあえず20分だったような気がする。放置。はい、20分経ちまして、いよいよ着火していきたいと思うんですけども、この直にこの上っていうのが、まあフライパン置いたとはいえなんか嫌なんで、もう一段階これ高くしよう。ポン、こうですね。じゃあ火つけよう。いきます。さい、つきました。これで燃え尽きるまでで蒸らすのかな。さすがになんかこれこのまま放置してあっちで作業するってちょっと怖いよね。まあ今プロ棋士待ちなんで、明日のこれここで置きながら、まあ味噌汁温めて、なんなら餃子も焼きましょうか。中華だね。前回ね、その生徒さんからですね、成城石井のシューマイをいただきまして、それがめちゃくちゃ美味しかったんですよ。ギュッてもうお肉がギュッてなってて、ちょっと大きめでね、すごい食べ応えがあってめちゃくちゃ美味しかったんですよ。で今回は麻婆豆腐を、はい、差し入れでいただきました。これですね。でごま油がないんだよな。でオリーブオイルもないんだよな。パントリータイム来たかな。これはちょうど終わった。パントリータイムだね。いや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 。アマゾンパントリー終了だって。まあじゃあバラバラに買いますよ。でもどうなのそれって、なんかバラバラに来た方が大変なんじゃないのって気がするんですけど、あんま使う人いなかったんかね。個人的にはすごい便利だと思うんだけど。じゃあエクストラバージンオリーブオイル、ごま油、料理酒、みりん、はい、できました。じゃあこれでレジに進みます。コーヒーも買いました、普通のやつ。すごい、明日届く。まとまってくるといいけどね。あんまりこう何回もね、ピンポンピンポンみたいなで段ボールいっぱいみたいなさ。パントリーが良かったのってそういうとこだからね。1個にしてくれるっていう、まあちょっと手数料かかりますけど。でこれ火が消えたら、蒸らしで、そうだな、10分とかやった方がいいかな。はい、10分間ぐらい今放置しまして、出来上がったと思います。でチンしましたから、はい、麻婆豆腐も出来上がりました。まあ、出来上がったというかチンしただけだけど。で、これは熱いですからちょっと待ってくださいよ。今整理整頓します。では、今回の出来はどうなんでしょうか。オープン。おーい、めっちゃよくできてんじゃん。ホクホクじゃん。じゃあできるってことです。風とかがなければ大丈夫なんかな。火力は固形燃料でも。じゃあご飯の出来味見してみますね。うん、うんうん、完璧。じゃあこの成城石井の麻婆豆腐、こうして、うわーキャンプっぽいね全然家だけど、こうして、じゃあこれでいただきます。うん、めっちゃうまい。あ、山椒効いてますね。いいね、山椒大好きなんですよ。うん、完璧じゃん。追い山椒、さらに追いラー油、ちょっと辛めにします。ピリ辛ぐらいなんですかね今。できたできた。昼飯っていうかもう夕方5時になっちゃったんで晩飯ですね。はい、明日の Vlog の編集が終わりました。一応これで通常サイクルに戻ることにはなります。疲れた。で全然掃除も終わってないし事務作業も終わってないんですよね。で現在9時19分、かかってるね。掃除は明日に回しましょう。じゃあ、でアーカイブを残すっていうことで、これ朝練の話なんですけど、
その音楽理論のやつね、文字起こしをしたいんですよね。でのりさんがさ前にさなんか教えてくれたんだよね、こう文字起こしするなんかソフトあるよみたいな。あれはいつの話だ。あ、のりさんに教わったテロップ作成ソフトを試す。はい、あるあるはい、こちら、ブリュー。ブリューってこれさ、iMac 時代に私これ試したんだよね。だからこっちには入ってないの。これ入れてみましょうか。で、文字起こしして文字でもこう解説が見れたら親切じゃないと思ってさ、まあ試しにやってみよう。どんな風に文字起こしされるか。前回ね、この文字起こしソフト、これのりさんのやつ試した時は自分の Vlog をそのまま突っ込んだんで、BGM が流れてたりとか、あーだおーだって言ってるのがなんか変な感じになっちゃってるんだよね。でも朝練の内容であればさ、割とあれなんじゃないですか。ずっとちゃんと喋ってるだけですから、割とテキストビシッといくんじゃないですか。アフリカ出身の選手が、はい、これを他の形でエクスポート、テキストファイル、これはまあサンプルですけどね、タイムコード含む、これありなんじゃないでしょうか。タイムコードつければさ、何分何秒に自分がこのシャープの位置とかわかんないけど、それ文字でキーワードで変わってさ、自分でこうスクロールしてって、あ、何秒でこの話してんなって言って振り返りができるんじゃないかということで、タイムコードつけたいなと思ってるんですよ。でここに動画を突っ込む前にカットしたものを用意しなきゃいけないんで、それを作っていきます。字幕としてここにこう出てるやつがこうあった方がいいんかね。字幕ってことはここに戻すってことなんだよな。まあいっか、あとで考えよう。さあ果たしてどれぐらい文字がねちゃんと出てくれるのか気になるところですね。 Vlog よりはねはっきり喋ってますから、物事をAI が読み取ってくれるでしょう。まあ心配なのはちょっと音楽用語ですからね、打ち直さなきゃいけないかもしれないな。はい、書き上がりました。じゃあ新しい動画で始めるっていうので、朝練これ読み取ってもらいましょう。日本語でお願いします。はい、今月使用済みの音声解析時間は36分になります。あ、なんか無料で使えるのはあれなの、毎月何分までみたいなあんのかな、1時間までとかそういうこと、もしかして。あ、でも分析ってこれ早いですね。もう 31% 36分の動画を文字起こすっつったら、それ喋りっぱなしですからね。これは人ではちょっとやってらんないですよね。お、 95% はい、 100% 分析完了しました。お、すごいね。おはようございます。音楽理論について、特にバークリーメソッドについて、すごいバークリーメソッドちゃんと言ってる。挨拶していきたいと思います。違いますね、解説でしょこれきっと。今回は第2回目でございますよね。前回ダイアトニックコードについてということで、早口でざっと、すごいね、早口でざっと喋ったんですけれども、精度がめっちゃいい。早口でざっと喋ったんですけども、C のキーだと、はい、文字の修正やりました。40分ぐらいの動画、喋りっぱなしのやつ、この作業ね1時間ちょっとかかりました。かかるね。で、出来上がったテキストにはタイムコードも入ってます。これをね、じゃあ仮に、ノートにアップしてみましょうか。そうするとどういう風に見えるんだろう。ボン、すげえな。これはこれでずわー、全部が全部にタイムコードこうやってついてると、これはこれで見づらい感じはありますね。全部はいらないかもな。なんか脈絡のあるところでタイムコード打っておくっていう感じかな。じゃあこれ消さなきゃいけない、脈絡を見つけて。もう一段階作業が必要になる。どれぐらい時間かかるんだろうな。あんまりね時間かけたくないわけですよ。で、動画貼って、PDF 解説で使ったやつ貼ってってやればとりあえずはいいんだけど、じゃあ下書き保存しておきましょう。とりあえずこれ編集今はもうやんないです。今日もう11時今40分ですから、もう終了です。 iPhone でも確認してみましょうね。まあ見づらいだろうな。あ、でもどうだ、そうだね、やっぱり脈絡ごとにタイムコードが打ってある方が親切ですね。はい、じゃこれは後で
どっかのタイミングで、はい、編集するということで OK です。 OK です。 OK です。やりたいこと、やるべきことっていうのはこういうことだよっていうのがとりあえず分かったんで OK です。で、動画にはね、入れません。字幕は言葉で解説して見てほしいのはその譜面の方だから、書いてることだから画面見てほしいんで、字幕があると邪魔だと思いますからやりません。じゃあこの編集した動画ですね、これをアップして、今日は終了でございます。まあやりたかったこと全部終わってないけど、事務作業残ってるし掃除もやってないし、でもとりあえずまあいいってことにしましょう。一歩前進というか、こんな感じかっていうのがね。2時間ぐらいはかかるってことだな、多分1個このアーカイブを残すのにかかるのがね。でこれ貯めたらしんどくなるから、朝練終わったら早い段階でアーカイブをこれ作業やんないと後々きつくなっちゃうんで、レコードでどうなったの、譜面を読もうって。皆さん良いにセカンダリードミナントって、もう1分切りました。はい、じゃあ今日はと思います。